YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日はですね、スペシャルゲストとともにキャンプに来ておりますので、紹介します。森ふみさんです。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。そうですね、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、こちら森ふみさん、なんと今女子キャンプでメディアに大注目、テレビとかねインスタとかですごいよく出てる森ふみさんが今回キャンピングカー TV にご出演いただきまして、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。で、今日ですね、どうして来てるかというと、実はうちベリーという雑誌のですねイベントに出展することになりまして、本日はキャンピングカーのデコをふーちゃんにお願いしましたということで、もうセッティング完了してますので、それをね、早速見ていただければと思うんですけど、はい、すみません、勝手にふーちゃんとか呼んじゃいましたが、全然ふーちゃんでいいです。ふーちゃんって呼ばれてるから、ふーちゃんって呼んでください。もうめちゃめちゃいい子でですね、今日すごい助かりまして、一日本当にかけてやっていただきましたので、そちらちょっとご案内していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。見てみましょう。レッツゴー。じゃん。じゃあね、早速見ていきたいと思うんですけど、すごっ。やばいわ、むちゃくちゃおしゃれですわ。ちょっと僕も全然わからないこといっぱいあるので、はい、ちょっとどういう風な感じで、今回デコしてもらったかとかも、紹介いただければと思います。はい、そうですね、今回は、そのクレソンボヤージュっていうキャンピングカーをコーディネートして6人寝れる、寝るのは6人、乗車が7人、うん、ということなので、うん、ファミリーで来て楽しめるようなコーディネートにしてみました。はい、で、そうですね、こっちで食卓を囲んで家族でご飯を食べれて、今ちょっとティーセットみたいな感じで、昼下がりにちょっとアフタヌーンティーを飲むかなみたいな感じのコーディネートにしながら、向こうはこちらですね、焚き火をこう囲みながら、夜子供たちが寝た後に夫婦2人で水いらずこうお酒を焚き火見ながら飲めるみたいな感じにしてみました。うちのキャンピング、私もキャンピングカー乗ってるんですけど、そのキャンピングカーは軽キャンでちっちゃいやつなので、普段のテイストよりもちょっとシックな、おしゃれなというか、さらに簡素な感じにしてみました。このガーランドとかもシックめな色にして、こういうのも可愛いですよね。すっごい可愛い。やべサボってのバレた。でしかもこういうの手作りなんですって。あ、そうなんです、ね、でもすごい簡単なんですよ。ただただ切ってつければ。すごいわこのセンスが。ベリーっていう雑誌が、まあ、ファミリー層向けですけど、やっぱりね女性が多い、うん、見ていただく方が多いので、ちょっとシックな、うん、ナチュラルな感じにしながら、しかも今日のこの外観ともすごくよく合ってて、うん、めっちゃいいわこのキャンプだったら。みんな喜んでくれますよね。で、これらの6つなんですけど、ワンダーウォールの方で、普段
貸し出しもしてますので、はい、そちらの方もねお問い合わせいただければ、あの、うん、ふーちゃんの私物もいっぱいあるので、はい、そう、細かい装飾は自分でこう家にあるものを持ってきて、こういう布物だったりとか食器とか持ってきて、で大きいこの家具とかチェアとかそういうのを持ってきてコーディネートするとこういう感じになるよっていうふうに思っていただけたらと思います。はい、そういうことなんでね、あとは車内もバッチリデコしてもらっていますので車内の方もご覧ください。そうで、室内の方はこんな風にゲームをセットしてみたんですけど、何を言えばいいのか全然わかんないまま始まっちゃった、まあ、キャンピングカーの、はい、ここで今邪魔にならないようにこっそりしてます僕が思うキャンピングカーの良さって、インドアをそのままアウトドアに運べるってところだと思うんですよね。だから、まあ、キャンピングカーの中でこういうインドアの遊びもできるし、天気がいい時とか気持ちいい時は外にも入れる、うん、そこがいいところだと思うんですけど、本当にこれって今インドアで遊べる最高の例だと思ってて、でそのね、外からね、ここの中から外見える外の景色、まあ、ここに大きい窓あるんですけど、その緑もすっごいねしっかり見えるので遊んでみたいなって思いますよね。これって開けられるんですか？開けられます。上にこれね、ここです、ここでふっとここで、うん、あー確かに。でこれ下のそのまま上に上げてみてください。おー、シャッターが閉まるっていうね。すごい、そうそう、ハイテク。夜外で焚き火はご飯食べた後、子供たちね早めにこっちに入ってみんなでちょっと遊んで、子供たちは寝て、うんうん、大人は焚き火に行くっていうのもねすごくありだと思います。めっちゃおしゃれだわちなみにこれ何のゲームなんですか？あ、これドイツのボードゲームでカタンっていうんですけど。大丈夫？お、はい。で、これちなみに 何のゲームなんですか？これ、あ、これはドイツのボードゲームでカタンって言うんですけど、この陣地取りゲームというか、結構戦略系のストラテジーゲームで、夜1時間とか2時間とかわーって盛り上がってみんなでやるのに超おすすめです。大人も遊べるみたいな。そう、大人てかむしろ大人が遊べるかもしれない。子供も楽しいけど。それいいっすね。そう、このサイズになるんですよ、半分に。こんな感じで。あ、めっちゃちっちゃくなるじゃん。めっちゃ便利なポータブルカタンって、ポータルブル版、ポータブル版のやつなんですけど。じゃあ普段はこうボードゲームみたいなのも売ってるけど、これは持ち運びに便利だみたいな、ね、そう、ちっちゃいやつなんです。へ、面白い。こういうのが一つあるとやっぱちょっとおしゃれっぽいですよね。うん、で、あと後ろね、後ろもすごい。あ、そう、このキッチンすごいですよね。めちゃめちゃお母さんとかもこの普段のキッチンよりなんならいいんじゃないかってぐらい。僕のポットがそんな素敵な使い方をしていただけるっていうのはねお花を生きてしまいました。これも造花なんですけどね、普段使ってるもの持ってったりとかした方が調理もしやすいし。確かに。そんな感じで思っていただけたらなと思います。うん、キャンピングカーの車内のキッチン部分って意外としっかり使えるっていったところがあるので、うん、やっぱこういう風にしていただけるとよりね実感湧いて、うん、作っていただけるんじゃないかなと。やっぱ使いやすいですよね、その、うん、アウトドアで普通に普段キャンプしてるんですけど、キャンプする時のこのキッチンに比べて家と同じように使えるというか、この辺も冷蔵庫がここですし、あのビジネスホテルなんかよりもねしっかりした冷蔵庫、ね、あの他の紹介動画でもそれはねしっかり上がってるので、うん、そちらもご覧いただきながらだと思うんですけど、あと一番後ろいいですね、この2段ベッド。子供めちゃめちゃテンション上がると思う。このラグを引いてみたんですけど可愛らしく、ちょっとあの窓にガーランドが見えてますねすげーやー。はい、ということで結構ね長い動画となりましたが、ここまでご覧いただいた皆さん本当にありがとうございます。で、今回ですね、コーデ、森ふうみさんにコーデをしていただいたキャンピングカーを実際に見ることができます。来月9月の24日ですね、場所が双子玉川駅前、双子玉川ライズショッピングセンターでですね行われますベリーフェス2018というイベントに参加することになりました。今回のこのコーデを、写真で撮って360度の VR にしました。はい。で、最新のね、VR、オキュラス GO という、こういうやつですね。オキュラス GO という最新の VR を使って、
こうはめると、先ほどね、森風美さんにコーデしていただいたキャンピングカーがあれがね、このままこの世界の中に移るというですね、喜んでいただけるようなですね企画を今考えておりますので、当日あの会場来ていただける方はぜひお会いしましょう。僕もいる予定です。であとはそのブースにコールドプレスもね一緒に試飲会をしますので、はい、そちらもねぜひ飲みに来ていただけたらなと思います。でコールドプレスの方は、その場でねご予約いただくと、なんとこう通販でねお届けできるようにしておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、いや今日編集朝からやってんですけど、朝3時間半編集したのが途中でデータが飛びましてですね、必死になってやりました。少しずつね動画の編集の方もなんかこういろんなことね学んだものを挑戦してみたりしてますんでね、これからもいろんな動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、まあ暑かったりね台風が来たりいろんなことが、ある夏ではございますが、元気に楽しくこれからもね過ごしていきたいと思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。